こんにちは。今日は函館湯の川温泉海とあかりヒューイットリゾートに来ています。こちらのホテルは2021年7月にオープンしたばかりの新しいホテルで、函館空港よりタクシーで約5分ととても便利な場所にあります。函館湯の川温泉は日本一空港に近い場所にある温泉と言われているんですよね。時刻は現在午後3時過ぎです。早速チェックインします。フロントとロビーは組子細工や紙などのモチーフを用い、和のテイストがあふれる空間です。そして天井がとても高いのが印象的ですね。ウェルカムドリンクが用意されていました。ノンアルコールの甘酒とデトックスウォーターとして、北海道ハスカップドリンク、北海道のコーン茶、ハーブ&フルーツのドリンクがありました。この時期は結構暑いので冷えたドリンクが嬉しいです。エレベーターでお部屋へ向かいます。1階、2階にレストラン、3階から11階が客室、12階が大浴場です。今回は9階のお部屋でした。ルームツアー行ってみましょう。今回はスーペリアツインを予約したのですが、海側のファミリールームにアップグレードされていました。ベッドサイズは120センチ幅です。見た目にも大きいのがわかります。そしてソファーがありまして、テーブルと椅子も2台あります。貴重品を入れることのできるセーフティーボックスや折りたたみのミラーなどがこちらの棚に置いてありました。液晶テレビは大きさは50インチぐらいでしょうかね。大きくて見やすいです。お部屋でマッサージも受けれるようです。そして空気清浄機。なんかお部屋が広いなと思ったら、こちらのお部屋は36平米もあるそうです。こちらの大きな窓からは津軽海峡の美しい眺望を望むことができます。窓も縦にね、ほんの少し開けることができます。9階からの眺めはとても良いですね。入り口入ってすぐのところには洗面台があります。ミラーが横にワイドなので、2人並んでも髪の毛のねセットとかできそうな大きさです。ハンドソープはオーラ製です。アメニティはこちらです。歯ブラシ、シェーバー、ボディスポンジ、シャワーキャップ、コットン、綿棒などが置いてあります。最近はボディスポンジを置いてくれない温泉もたまにありますから、これは置いてくれているので嬉しいです。電気ポットとお茶のティーバッグとドリップコーヒー、マグカップです。函館といえばやっぱりみすずさんのコーヒーが有名なんですね。お部屋のドライヤーはパナソニック製です。冷蔵庫は空です。ミネラルウォーターが人数分あるので入れておきます。こちらはトイレですね。リナックスのウォシュレットがついています。とても綺麗でいい感じです。続いてバスルームです。温泉があるのでこちらは使わないのですが、一応ご紹介しておきます。ファミリールームだからか、お風呂はバスタブ付きでした。あらり床に椅子もありまして、バスタブとシャワーです。ボディーソープ、シャンプー、コンディショナーはガーデンナチュレというブランドのものが置いてありました。室内用の使い捨てスリッパと室内用のスリッパ2種類置いてありました。除菌スプレーと、こちらは温泉に持っていける大きめのカゴです。
ちらは館内着なのですが、フリーサイズで2種類置いてありまして、紫のストライプタイプのものとオレンジのタイプのものがありました。サイズが合わないときはフロントに申し出ると変更もしていただけます。海と明かりのロゴ入りのビニール袋ですね。透明ではないので下着なんかを入れても目隠しになるのでいいですね。チェックイン時にいただいたウェルカムスイーツです。函館湯の川にあります銀月さんのお団子です。あんこがねたっぷりで美味しかったです。数量限定のサービスなので早めに行くといいと思います。お部屋の窓からは熱帯植物園のお猿さんが見えました。寒い時期は猿も温泉に浸かったりしますが、今の時期はね暖かいので何やら外で井戸端会議でも開いているんでしょうか。一匹でいる猿もいればグループで固まっている猿もいます。ではそろそろ夕食前に温泉へ向かいたいと思います。フロントでサンタン服を借りることができます。カラーはピンクにしてみました。大浴場の天海は12階にあります。天海ではなく天海と読むそうです。こちらは休憩どこで、午後10時までなら月見酒やコーヒー牛乳、ソフトクリームの販売があります。宇宙にまるで飛んでいってしまいそうなマッサージ機が2台ありました。眺めがとてもいいですね。右手には貸切風呂が2つあります。こちらは2つとも有料になります。内風呂は1つあります。結構あったかめのお湯でしたね。サウナはありません。ヒューイットリゾートの売りはやはり何といってもこれでしょう。津軽海峡を一望できるインフィニティのお風呂です。露天にはその他にも畳風呂と壺風呂があります。ドライヤーは美容室専用のノビーと一部ねダイソンも置いてありました。こちらのサンタン服なんですが、ピンク以外にも青、緑、黄土色なんかもあります。素材の生地がちょっと厚めなので、お風呂上がりにはね汗ばんでしまうかもしれないんですけれども、私は全然暑くないのでこれを着て夕食へ向かいます。夜のロビーの雰囲気も素敵ですね。夕食は1階にある雲の実さんの和食コースを予約してあります。案内された座席はこちら。庭園を眺めることができるとても雰囲気の良いお席でした。予約してあるのは厳選握り13貫がついた季節の8品函館懐石コース1万2000円です。1品目は季節の前菜盛り合わせ5種です。ホタテ、アスパラ、卵焼き、ホッキ貝の松前漬けです。もう1品目からおしゃれで期待値が高まります。2品目はお造り、本日の鮮魚3種です。この日はカンパチ、マグロ、ホタテでした。カンパチが透き通っています。1品目はメバルの煮付けです。里芋、椎茸、北海道らしく茎が添えてあります。
きはあまり関東方面ではいただけないので、北海道らしい山菜が入っているのも嬉しいです。お上品な味でとても美味しいですね。4品目はホタテ新序の揚げ出しカニあんかけです。シシトウとともに柚子が添えられています。なんとカニも入っていますよ。このスープまで飲んでしまいたいぐらい美味しかったです。飲みはしませんでしたが。5品目は牛肉のステーキです。湯むきされたオレンジと赤のミニトマトがおしゃれさを演出しています。ソースは醤油ポン酢でいただきます。ステーキは4切れほどあったと思うのですが、一枚一枚が結構大きくて食べ応えがありました。大きいサイズで北海道らしさが出ていいと思います。だんだんお腹が膨れてきましたが、いよいよ次がコースのメイン料理になります。6品目はお寿司の握り13貫です。タイ、イサキ、ホタテ、マグロの赤身、サーモン、ホッキ貝、ブリ、しめ鯖、カズノコ、イクラ、ウニ、卵焼きなどがあります。そしてガゴメ昆布のお味噌汁です。どれも美味しそうですよ。どれから食べようかすごく迷います。やっぱりまずは白身からですかね。スタッフの方が毎回中身を説明してくれるのですが、ちょっと聞いた途端に忘れてしまうことがありました。そして私の大好物のウニもたっぷり乗っています。いくらも軍艦からはみ出そうなぐらいたっぷり乗っています。最後の方はもうお腹いっぱいになりましたがね、でもちゃんと13貫すべて完食しました。デザートは果実の盛り合わせです。いちご、オレンジ、キウイにゼリーを絡めて夏らしく、ミントも乗せてあります。さっぱりといただきました。函館懐石のコースは以上になります。全部美味しかったです。ごちそうさまでした。お部屋に戻ってきました。窓からは月が見えました。海の明かりはもう夜遅いので見えなくなりましたが、ではそろそろ寝ます。おやすみなさい。おはようございます。朝食は2階のビュッフェレストラン月船です。8時半の回にしました。おはようございます。では料理を見ていきましょう。まずはサラダコーナーです。ドレッシングは6種類ぐらい種類があります。クルトンやフライドオニオンなどがあります。函館産のミニトマトが新鮮で美味しいです。海鮮コーナーはこちらです。イカ、イクラも盛り放題です。チブ貝、ガゴメ昆布、サーモン、甘エビ、マグロ、赤身ですかね、美味しそうです。そしてアナゴ、カニ味噌、シラス、キュウリ、カズノコ、マグロのたたき、たらこ、タコ、とびっこ、しめさばまであります。納豆や梅干しもあります。
味噌汁はがごめ昆布のお味噌汁でした。厚焼き卵とかさつまい漬けとかきゅうりやナスの漬物もあります。パンコーナーはハンバーガーを自分で作れるコーナーです。バターバンズ、チャパタ、マフィンがあります。ハンバーグ、カリカリベーコン、ホッケフライ、ソーセージはウインナー、ハーブチキン、スライスオニオン、レタス、アボカド、目玉焼きなんかもあります。スライストマト、キュウリ、コーン、コールスロー、チリコンカンなどもあります。ゴルゴンゾーラにジャムやマーガリン、色鮮やかなミニ食パンはこちらです。カラフルで可愛いです。コーナーはこちらです。クロワッサン、ショコラパン、シナモンロール、チョコデニッシュがあります。洋食コーナーにはロールキャベツ、スパゲティ、ナポリタン、野菜のラタトゥーユ、サバの竜田揚げ、コロッケ、メンチカツ、チョコネ、唐揚げ、ポテトフライ、スクランブルエッグなんかもあります。かぼちゃのサラダ、アンチョビサラダ、キャラットラペ、野菜のキッシュです。オクラのガーリック、コールスローサラダ、野菜のゼリー寄せで、冷製のコーンスープとジャガイモのポタージュが可愛い入れ物に入っています。プリンみたいですね。朝カレーとコーンポタージュ、ミニストローネがあります。コーンスープいただきます。カラフルでとても可愛いドーナツコーナーがあります。デザートのプリンが3種類あります。ソフトクリームを作れる機械があります。はちみつのスミツもありますね。こちらにもはちみつのコーナーがありました。ブルーベリーソース、ストロベリーソース、ヨーグルト、フルーツカクテル、ドライフルーツ、キウイ、パイン、みかんなどのデザート、トマトジュースが冷やされて置いてあります。そして牛乳、シリアル各種です。ホットコーヒーは函館西津コーヒーと、ジュースのマシーン、デトックスウォーターやアイスコーヒーも置いてありました。ヤクルトがあります。スパークリングワイン、赤ワイン、白ワインもありましたよ。レッド、赤ワイン、ホワイトワイン、白ワイン、スパークリングはこちらに。車の運転をされない方はお酒コーナーがあるのも嬉しいですよね。簡単です。美味しそうです。いい、ね、席はこんな感じです。お料理はこんな感じで持ってきました。いくら丼です。美味しそう。そして私が作ったいくらとマグロとサーモン、ネギトロ丼です。
なんかちょっとごちゃっと乗ってますが、そしておかずもね、こんな感じで持ってきました。美味しそうです。マグロが結構身厚で、赤身が中トロの間ぐらいのねレベルはありました。朝からスパークリングワインをほんの少しだけいただきます。冷えた炭酸が美味しいです。甘エビが結構大きいんですよね。プリプリで美味しかったです。朝からイクラ丼をいただきます。とても豪華ですね。もう箸で食べるのも面倒くさくなってスプーンで食べています。プリプリのイクラです。個人的な感想ですが、私はラビスタのイクラよりヒューイットのイクラの方が好きでした。これは完全に好みの問題だとは思います。クロワッサンに蜂蜜をかけていただきました。海鮮だけではなくパンも結構ね美味しかったです。お部屋にコーヒーを持って帰れます。お腹いっぱいになりました。ごちそうさまでした。1階にあるお土産ショップはこちらです。またまたノースワングラスジュエリーが売っていました。これ可愛くて好きなんですよね。チェックアウトの時間は11時です。ではそろそろこの景色ともお別れです。函館湯の川温泉海と明かりヒューイットリゾートはいかがでしたでしょうか。落ち着いた雰囲気の雲波での函館海石、朝食も品数が多くて楽しめました。館内もできたばかりで新しく綺麗でした。お世話になりました。この動画が少しでも面白かった、役に立ったと思われた方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは今回はこの辺で、さようなら。